現代に合わせて骨組みも進化してるんですよ。アクリルは全ての生みの親だって分かる。無機という塗料はそもそも存在しない。めちゃくちゃ荒れそうだね。皆さんごきげんよう。塗り三昧リボックです。塗料について深掘りシリーズ。深掘りシリーズ。塗料の組成の中には骨格となる樹脂の違いについて話せと。はい。というのが AI のチャットに来てるってことだね。来てます。無機塗料とかシリコン塗料とか単語で結構多かったですね。Google 検索すれば出てくるからね。塗り三昧。塗料のグレードについてお話をしていきますが、塗料を選んでいただく中で強いと弱いがあって、その強弱を決めるのは樹脂。これも別の動画でも話しましたけど、樹脂って塗料の骨格なんですよ。骨組みなんですね。骨組みの話をすると、弱いカルシウム不足の骨とカルシウム満タンの骨はどっちが強いですか？カルシウム満タンの骨。カルシウムが不足している骨は骨じゃありませんか？骨です。骨です。だから塗料はみんな塗料なんです。その中に骨格となる骨の強い樹脂を使ったものと、普通の骨とちょっと弱い骨と、こんな骨格がありますよっていうのが樹脂をね、考える上で一番表現しやすいのかななんていうふうに思うんです。アクリル、ウレタンシリコン、フッ素というのが一つの骨格の中で今分かれてるジャンルかなというふうに思います。とはまた別で、4つの並びに無機って並べないで、ここに無機っておふうに置いてほしい。今一般の戸建ての住宅で使われてるのはアクリルからフッ素、最後に無機と、この辺の5つのグレードでね、一般のお客さんは塗り替えられてる。実際に塗料は別にどれ使っていただいてもお客様の好みなので、選ぶことはできます。ただその中で皆さんのご自宅に合った建物に使われている素材に合った相性のいいものを一個ずつ選ぼうと思うと、選ぶ基準はたくさんあるので、そこは専門家とやっぱり相談していただく必要があるので、今はあくまでも4つのジャンル足す1つ、この5つのグレードについての樹脂の骨格のね、話をしていきたいなというふうに思います。僕が考えるこの骨格の話なんですけど、アクリルの塗料って今は使われないよね、あんまりね。ほとんど使われてないです。なんで使われてないんだっけ？耐久性が低い、これ一般のお客さんも知ってるよね。はい。アクリルの塗料は何か悪いことした？無罪です。ウレタンはあんまり使われてないですが、何もしてないです。シリコンも？シリコンも無罪。フッ素は無罪。無機？無罪です。強いと弱いはあるけど、アクリルは悪くてシリコンはいいみたいな表現をされることは、僕はちょっと不快。法律違反したら悪いんじゃない？悪いです。アクリルなんか悪いことしましたって？してないだろ。喧嘩が強くないっていうだけだろ。だから強いと弱いと表現してほしい。悪いものじゃメーカーさん売ってんの？ないです。そういう風になるやんか。特にうちのメンバーたちには動画だから言いますけど、いいと悪いで評価をすべきではないと思います。悪いという表現は避けてほしい。アクリルの塗料、日本中の塗料メーカーさん全部持ってるんじゃない？一生懸命悪いもの作ってんだ。誰がそのペンキ買ってくるの？ペンキ親父が買うんじゃない、はい、塗料メーカーさんが作ってくださったもの、悪いもの買ってらっしゃるんだ。悪くないだろ。何も悪いことしてないの。アクリルの一族に生まれてみんだって。生まれた瞬間から悪いって言われ続けんだぞ。悪くないんですよ。ただもっと強い人がいますよというだけのことなんです。でお客さんの家にはなるべくご自宅に合った相性のアウト量で強いものを選んでいただきたいなと思いますよというだけで、悪い塗料とは言わないです。これうちのメンバーに向けて言ってますから、悪いって言うな。それ使ってるお前悪いぞ。塗り三昧。塗装業界の歴史をこれ紐解くことに多分なっちゃうんですけど、現代に合わせて骨組みも進化してるんですよ。そこは俺専門家じゃないから分かんないけど、昔の先人の先輩方の方がなんとなく背は低いんじゃない？これ栄養学的な話で、多分当時のものより栄養がたくさん取れる現代社会においては、栄養素がたっぷり含まれてるから巨大化しやすい。食料がたくさんあれば巨大化しやすいってこともあるのかもしれないで、現代の社会に合わせて日本人の骨格ですら変わってきてる部分あるんじゃないのかななんて思ったりするのね。それと同じように塗料の業界も長い歴史を経て、塗料メーカーさんと共に歩みを進めて今の時代に至るということなんで、だんだん塗料は良くなってますよ。だから骨格のこととにかく悪いって言わないでほしい。お願いです。一般的な表現で言うと、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素だとしたら、このシリコン先輩っていうのが業界の今一つのボーダーラインとなってて、シリコンより下の弱いグレードのものは出番が少ないというような感じなんで、アクリルの新商品が発表されることもないし、ウレタンの新商品が発表されることもほとんどないね。ほとんどの人が使わないからってことなんだと思うんで、シリコンを一つ基準に置いたときに、シリコンという骨格、樹脂のベースとなる塗料に対してフッ素という骨格を作ったというようなことなんだけど、この骨格を詳しい話するとすごい大変なんだけど、結局塗料の世界って化学だから、樹脂の分子と分子をつなげていく力って化学式なんですよ。化学式わかります？あんまり詳しくはないです。俺も全然わかんないけど、塗料のことはわかるんよ。逆に言うと化学式を、理数系の化学をやってこられた人たちの専門家が作っていく組成があるわけなんですよね。
それを元に作っていく塗料です。当時はアクリルの塗料をベースにしてウレタンの結合式を化学式で見つけて、アクリルの塗料にウレタンの結合式を加えた塗料をウレタン塗料と言った。本当はアクリルウレタン塗料だよね。今度シリコンの結合式を見つけましたと。アクリルの塗料をベースにしてシリコン結合させた塗料を販売しました。アクリルシリコン塗料だわけ。ってことはアクリルは全ての生みの親だってわかる。ゴッドマザーなのに、アクリルは悪くて、シリコン使ったらいいよ、フッ素使ったらいいよ。お母さん悪い？悪くない。お母さんのこと悪く言うな。フッ素も同じですよね。正しくはアクリルフッ素塗料でしょうね。こうやってだんだん進化していってる。化学式を見つけて結合させるとどうやらうまくいくらしい、どうやら強くなるらしい、どうやらこんな効果が得られるらしいっていうところに塗料作りの味噌があるわけ。これが一番難しいわけ。再現性が取れることを科学っていうから、たまたまできたのはまだ実験の過程だから、ヒントと答えはそこにあるかもしれないけど、まだ答えはないわけ。誰がやっても同じ化学式が作れるのを科学と言います。だから発明した瞬間はまだ科学されてない。誰でも作れるようになったら科学されたってことになるんだけど、結合式を見つけて科学されて塗料の業界に降りてきて、ゴッドマザーに混ぜてゴッドマザーを強くしていくっていう作業が永遠この業界では行われているということ。それでグレードが決まっていく。その化学式で強くなると思ったけど弱くなる場合もあるじゃんか。それ発表される？されない。されないよな。強くなったらどうなる？再現性を見つけて、新しい塗料として。で、世に出される。で、ってことは、ゴッドマザーから始まって、だん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 良くなって、この先ももっともっと良くなっていってほしい。その中で、まあ今はね、無機ハイブリッドっていう系の塗料がね、最上位とされてまして、今、無機よりも良い塗料っていうのはまだ世の中にはない。無機の塗料についての発表した時に、無機という塗料がそもそもありませんという話は多分したと思うんだよね。無機というグレードが一番強いのは間違いないんですけど、無機という塗料はそもそも存在しません。無機というのは石であり大地です。砂です。変化しないものです。塗料は石油製品である以上変化しますので、無機という塗料はそもそも存在しない。無機系、無機多め、無機ハイブリッド、無機になろうと一生懸命努力した塗料みたいな塗料が無機系の塗料なわけ。今無機フッ素なんてね言い方もしますよね。アクリルフッ素の塗料にヒトキ酸の結合式を混ぜる、もしくはアクリルフッ素の塗料に無機顔料で色の顔料を足す。無機顔料たくさん入れたら無機フッ素になるの分かります、うん、でもベースは何です？アクリル。結合式は何です？フッ素。色味は何です？無機系の顔料だ、うん、アクリルフッ素無機だよね。アクリル。それを無機フッ素と言ったのね。フッ素よりちょっと上みたいな。上？上じゃないよね。親族だよね。みんな無機フッ素っていうのはそういう意味ではフッ素の結合式の組成を持っていればフッ素の親族だよね。フッ素の親族の中で無機顔料多めの人だよね。無機フッ素っていうのはそういうもんですよと。じゃあ無機ハイブリッドは何かって、無機塗料があるかのようにグレードとして表現せざるを得ない。なぜかって一般のお客様に伝えるときに難しいから、5つ目のグレードがあるように表現するしかないんで、そうにしてますけど、正しくはアクリルシリコンのシドキ酸結合式塗料のことを無機塗料と言ってます。アクリルシリコンのシドキ酸結合式の塗料に無機顔料多めに入れた。無機塗料は誰の親戚ですか？シリコン。そうです。SI と O の結合式よりも F の結合式、フッ素の結合式の方が強いとされたから、フッ素の方が強いんだよね、はい、紫外線の破壊エネルギーって486ダメージくるわけよ、はい、フッ素の持つ結合式って444耐えるわけよ。シリコンは360なわけよ。だからだんだん削れていくやんか。486の破壊エネルギーに対して580の防御力を持ったらどうなる？一生壊れないってことだろ。それに耐えてるのが無機なんだ、石なんだよ、大地なんだよ。ということを考えると、石に近づければ近づけるほど、ガラスに近づければ近づけるほど物は強くなるけど、ガラスは塗ることはできないから、塗った後ガラスにすることも難しいから、塗料である以上。なるべくガラスの素性に近づけようとして、アクリルシリコンにシロキ酸結合式という結合式をさらに足して、SI の結合式をさらに別ね、シロキ酸結合式を入れて、さらに無機顔料を入れて、いろんな変態色を少なくしたものが無機塗料なわけ。これ、めちゃくちゃ荒れそうだね。荒れてもらっても構わんけど、だって事実だから。でもいいわ。今ね、フスも向きも出してるから。そうじゃないって説明するんだろうな。そうじゃないとか、そうじゃあるとかないから。骨格だから。オレンジの骨格だけ骨太ですよみたいなのは、シリコン先輩の骨格の中でも、化学式は一緒だけど、作っていく時に必要な調達してきたものは、同じような名称のものだとしても、取り寄せてるものがメーカーが違かったり、国が違かったりするわけやんか。出来上がる骨格もやっぱり微妙に違うってことあると思う。骨格の形は一緒だけど、グッと押してみるとちょっと違うとかっていうのはあると思うんだけど、まあ、それはほぼ誤差の範囲。向きの親戚はシリコンだというふうに覚えておいてもらうのがいいんじゃないかなと思います。うちシリコンの塗料使わないって言ってるよな。使わない。使ってるよな。
使ってますね。シリコンの塗料が悪いんでってうちの社員が説明することがあったら、それは間違いだと言ってるわけ。シリコンの塗料は何も悪くありません。俺、シリコン先輩っていつも言ってない。言ってます。経緯だよ、これ。シリコンみたいなクソみたいな材料俺は使わねえんだって言ってないでしょ。シリコン先輩には引退していただいて、破壊エネルギーのモジュールに対してもっと強い新入社員、フッ素君がいるから、フッ素君を使えばいいと思うし、シロキサン結合させて、麦ガニを多めにしたら、フッ素の444の破壊エネルギーモジュールよりも強いシロキサン結合式の塗料があることが分かったから。これを僕たちはグレードと呼んでます。だけど多くの人は骨粗鬆症みたいに骨がなくなっていく破壊のことを傷んでると言わずに、色の変態色を傷んでるという、色だけ焦ってる状態って洗車する前の車みたいなもんや。あれ見て傷んでるって。傷んでねえ、俺は動く。まだなんで、色の変態色だけで痛みを判断するっていうのはやっぱり本質的ではないような気がするんですけど、ただ塗装の業界が持ってるお客様に提供できる価値として、街に彩りを与える、建物に彩りを与える、暮らしに彩りを与えるという役割がある以上、彩りが変わっていくっていうことは劣化なんだろうな、価値が下がってるってことになると思うから、色に関しても強さが必要なんだなってことは十分理解してるし、もう一方では建物を保護するための安心安全につながるような世界の強さ、ここにも価値がある。この1と2を両方持たせなきゃいけない。そうなると破壊エネルギーのモジュールに対して今一番強いのはシロキサン結合、アクリルシリコン、無機ガニ多めでございます。そうすると1と2が両方担保されるってことでしょ。それを作ったのが無機ハイブリッドでしょ。そこになんかチタンとかさ、プラチナとか、なんかわけわかんない名前、まあ名前は何とついててもいいんだわ、やってることは一緒だから。こんなところで面白い話あるよ。偽物の向きと本物の向きっていう表現があるわけ最近。あ、うちのは本物の向きで、他社が使ってるのは偽物の向きですって。は？シロキサン結合させてるかさせてないかどっちですかって。してます。じゃあ偽とか本物とかない、シロキサン結合の結合式を使った塗料だから。だけど有機顔料なんでいろんな変態色があります。 あ、それはそうかもね。破壊エネルギーは変わんないだろ。今度また別の話するな。シリコンの塗料でもシロキサン結合式の塗料ってあるわけ。無機と言ってないで、シリコン。それでじゃあ無機塗料じゃないの。無機塗料です。でもシリコンとして売られてる、はい、破壊エネルギーはどうなる。無機塗料って言われてるものと同じ。でも売られてる銘柄シリコンって売られてるよ、はい、意味わかります。ああ、名前じゃないっていうこと。そういうこと。シリコンは弱いですよね。いやいや、うちが塗ってるシリコンはめちゃくちゃ強いよ。いや、そんなわけないでしょって、こうやって専門家として喋る。いやいや、そんなことあるんだって。シリコンって要するにセラミックなんだよね。セラミック包丁細かく切ってさ、アクリルの塗料に入れたらさ、これもセラミック入ってんだから、シリコン塗料って嘘じゃないぞ。さすがにぶつ切りでは入れんやん。大根おろしのあれでガッサガサに削ったら、粉にしたら入れたるわ。これシリコン塗料じゃない。シリコン塗料です。だろ。シロキサン結合されてます。されてない。破壊エネルギーはどうなります。360です。いや、本当ですか。アクリルに粉を入れただけですよ。だからアクリルの破壊エネルギーになるでしょ、はい、だからシリコンとして結合をアクリルにさせることが大事なわけ。それをさらに進化させるのが、アクリルのシリコンのさらにシロキサン結合なわけ。化学式に全ての答えがあるよっていう、そういう塗料だよっていうことで、今は4つのグレード足す5つ。向きはグレードではあるんだけど、どこの親戚だったっけ。シリコンの親戚。未だに4つしかないっていう考え方が僕の考え方。ただ一般的にはお客様に分かりやすく説明しなきゃいけないので、5つのグレードがあるかのようにご説明をしなきゃいけない。一般のお客さんがもし見られることがあったら、そこに苦労があるというふうに見ていただけるといいかなと。ポイントはとにかく紫外線に対する破壊エネルギー、このモジュールに対してどれが一番強くて対応できるかってことを考えていこうという話なので、その答えは基本的には一つは骨格である結合式に答えがあって、一番うまくバランスよく使いこなせてる塗料、相性として使いこなせてる塗料がその骨格をうまく使えない人もいるだろ。俺が身長190センチなのに床下潜るシドアリの消毒してたら、骨格使いこなせてるか。別のことやった方が俺の能力引き出せるんじゃない、はい、というのと似てます。骨格をどれだけうまく使いこなせるかは各塗料メーカーさんたちの腕によるわけなんですよね。これが塗料の同じグレードなのに高圧がついちゃうっていうところが言えるんじゃないかな。骨格をうまく活かせるかとかね。これによって同じシリコンでもこっちが強い、あっちが弱いっていうことはできますが、いいと悪いではないので、使いこなせたかどうか、ここに答えが全て詰まってるような気がします。とにかく塗料を使ってね、30年大丈夫っていう表現は、30年持つように塗りたい気持ちはあるけど、言うだけで言うんだったらただだから、言うだけで言うんだったら俺800年って言ったって言うぞ。塗り三昧。今日は塗料のグレード、その中でも樹脂、骨格ですね、骨組みについてのお話をさせていただきましたが、もうちょっと詳しく知りたいという方は DM いただければいいかと思いますし、言ってることは分かったけどムカつくよって方はムカついたって入れていただければいいかと思いますし、もっとこんな話聞きたいという方は DM でもいいですけど、 AI のチャットに入れていただいても構いませんので、よろしくお願いしたいと思います。できれば高評価とコメントね、いただけると嬉しいなと思いますし、チャンネル登録がお済みじゃない方はぜひチャンネル登録をしていただきたいと思います。企画はね、ともきがやってますんで
回らないかったり高評価がつかないとトモキの査定に響きますんで、やめた方がいいよな、これとこれな。終わりたいと思いますので、皆さんこれからも頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。以上です。バイビー。